皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第156弾、5回目です。この弾は最終回になります。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、この。次は山。これはの。次は2文字、か。下は見るということで、神となります。2文字、より。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。この山の神より、この山の上からとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは月。次はも。2文字、糸。3文字です。かきり。2文字、泣く。これは、あ。2文字、書く。これは、て。次は、出るという漢字を崩したものです。次は、2文字、たる。次は、を。2文字、中。次は、目。これは、て。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。月も意と限りなく、赤くていでたるを眺めて。月も大層この上もなく明るく出ているのをじっと物思いにふけって見つめてとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは夜という漢字を崩したものです。次は2文字、人。次は夜。これはい。次はも。これはねです。次はら。これはれ。次はす。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。よ、人よ、いも寝られず。一晩中寝ることもできずとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、か。二文字、なし。二文字、くて。二文字、覚え。二文字、けれ。これは、は。二文字、書く。二文字、読み。二文字、たり。二文字、蹴る。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。悲しくて覚えければ、書く、読みたり蹴る。悲しく思われたので、このように読んだとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、和歌。次は3文字です。心。2文字、泣く。2文字、さめ。2文字、金。これは、つです。2文字、さら。次は、し。これはな。次はや。二文字、おは。次はす。これはて。二文字、山。次はに。二文字、てる。次は月。これはを。二文字、見て。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。我が心、慰めかねつ、さらしなや、おば捨て山に照る月を見て。
私の心を慰めることはできないのだ。サラシナのオバステ山に照る月を見ていると、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、と。次は、二文字、読み。これは、て。二文字、なん。これは、またという漢字です。二文字、行き。次は、て。次は、む。二文字、かへ。二文字、もて。二文字、気に。二文字、ける。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。と、読みてなん、また、生きて、迎え、もて気にける。と、読んで、また行って、迎えて、連れ戻った、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、二文字、それ。二文字、より。これは、二文字、後。二文字、なん。二文字、おは。これは、す。これは、て。次は、や。二文字、まと。二文字、いひ。二文字、ける。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。それより後、なん、おばすて山と言いける。それより後、この山をおばすて山と言った、となります。それより後、この山をおばすて山と言った、となります。これはさ。これは目。これはかです。二文字たし。二文字とは。二文字これ。これはかです。二文字よし。これはに。二文字なん。二文字、あり。二文字、ける。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。慰めがたしとは、これがよしになんありける。慰めがたいというとき、このオバステ山を引き合いに出すのは、このような言われがあったのだった、となります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。